回ってます。記録会員3連戦の3戦目です。イエーイ。ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。大井さんの10秒6から始まって、国士で10秒93で早稲田で88、あのどれもね追い風で言い訳ができない条件なんだけど、めっちゃ記録が出るかって言ったらそういう条件でもない、悪くはないけど、やっぱりちょっともう一つ風の力も借りたいなっていうところで3戦目の順天堂競技会に来てます。イエーイ。どうですか、順天の相性は。シーズン初戦11秒00で走った競技場でもあるので、いい競技場だなって思います。やっぱりちょっとあのアクセスだけはですけど、はい、やっぱり遠いな、このポケモンリーグみたいになってるもん。やっぱり良くも悪くも10秒台3連発できてるので、はい、悪くはないかなっていうところなので出したい。前回の早稲田から、まあ、約1週間どうですか、その調整の方は。ほとんど動いてない。あ、動いてないな、はい、あの、ね、1年しちゃったら結構ダメージきてて、2回しか練習してない1週間。なるほどね、うん、もう変わんないんで、ぶっちゃけどう気分よく競技場に行っていい風をもらえるかっていう状況でしかないから今は。早稲田競技会、マッスーとヤンピーと、はい、アントギアさギリギリ勝ったわけよ俺。一緒に走ってないから勝ったとは言えないんだけど、タイムで勝ちましたと。2日後マス、はい、あの10秒65で走りましたマジで。あ、64です。うわー。すげえ、64は早いな。10秒9でめちゃくちゃ落ち込んでての、めちゃくちゃ落ち込んでての2日後に10秒6。この感じまで来ると、うん、よくも悪くもあの条件さえ揃えばタイム出るっていう状況には来てるから、まあ、その中で僕も、まあ、6台とは言えないけど、自信を持って言えないけど、自己ベスト、まあ、目指していきたいなっていう、まあ、でもワンチャンあるかもしれないぐらいの領域にはある。そうだね、まあこいつも出してたからね、うん、おっといい風引いてください、お願いします。でも少しでもパフォーマンス上げるためにはいいアップを今からしなきゃいけないんで、まあそれを今順天堂行ってやると、うん、マッスーのオーラが雑魚キャラで終わってたのにさ、ケチョンケチョンにされた。今日さ、なんか強キャラ感出てるよ。10秒6の顔ちげえわ。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで競技場到着しました。早速アップ時間なんですけれども、西の上でしょうか。シューザー最近西めっちゃ来てるよね。そうっすね、こんなこと言っていいか分かんないけど、うん、いいものが増えてきた。まあ一緒にお仕事させていただいてるってのもあるんですけど、もちろんそういうのもあるんだけど、普通に物としていいものが増えてきて愛用させてもらってるって本当に多いんで、まあぜひみんなにも試してほしいなということで、まあこの季節なんでね、ちょっとロンティーランになってるんですけれども、どう？似合う似合う。ちなみにゆきさんも、あ、僕色違いです。色違いでね、今日やばいよこれ。あの今一応ブランドがあるんで映さないけど、下のズボンも今日してますよ。ゆきさんベアラックみたいな。3秒見たらキモい、うん、完全にあのポケモンの世界だったらダブルバトル始まる。ダブルバトル始まるよね。めっちゃ弱そう俺とお前。プラスルとお前。まあという感じで秋物の商品っていうのが出てきて結構いいものもあるんで、ぜひチェックしてほしいなと思います。概要欄が分かる方のみ確認していただければなと思います。でもこうしたかった。いいね。はい、ということでもうこのままアップいきたいなと思うんですけども、思ったより暑くて今涼しいかなと思って今日ロンティー着てきたんだけど、多分あの次画角変わったら違う服着ちゃう。ダッシュで行こうぜ。ゆしきさん、はい、あ、じゃあ僕こう1175ってやっちゃったんだけど、これ3に変えてほしい。3連ってこと。めんどくせえな。怖いから。どうすんの、寝る前に見てる学生に恐怖を植え付けるよ。俺の試合動画を寝る前に見るので、アドレナリン出て寝れなくなっちゃうぜ。いや、やばしいわ。上手だな。いや、これあの6年間美術5の3です。こんな感じです。半袖ニシ、安定の。え、でもこの色かわいい。いいっしょ。え、これニシの動画。違う締めの試合だよね。それで好きやろ、本当に。こっちもニシだからね。へえ。ロゴかわいいね。かわいいよね、うん、こっちにも、ね、力入れてるみたいなんで、皆さんぜひチェックしてみてください、はい。こんにちは。え、久しぶりじゃん。ただいまの時刻ですね、7時17分でございます。こちら順天堂大学桜キャンパスはですね、ほぼ無風となっております。試合前に話しかけて。おい、陽気あるわ。2人出しましょう。あれ、さあさあさあ、
30分前。あ、ちょうどなの、ね、間に合う。ベストベスト、30分前に撮るのが一番いい。わーってなった今。まあそうだね、このだからね。 BCA はもちろんいいんですけども、 OCA も入ってるんで、毛細血管をふわっと広げてくれる、酸素摂取量もこう上がる感じ。うるせえ、自分の分買っていいから水買ってきます。ああ自分の分買ってきます。うん、アップ全体通してどうですか？もちもちっすね。うん、はい、本当力まないで、うん、やっぱスタート多分僕の組周り早いんだから、うん、そこで勝って肩からんで、気持ちよく乗せていけれれば、うん、一生懸命走るだけです。はい、頑張ります。頑張って。大丈夫か？まあまあ大丈夫そうな表情はしてます。いや、いい反応、いい。ここは抜けなきゃダメだぞ。リラックスしてるよ。さあ、いや、これは出たんじゃねえか、うーんっていう顔してますけど、あ、これは結果楽しみです。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。先頭が10秒3何歩でゴールして、視聴者ざわついてるんです。これ出たんじゃねえかと。それもざわついてんだよね。そうだね、前回の早稲田もさ、ここでゴールしてみんながやってなったでしょ。うん、そうそう。おやめろ、お前テンションでバレるから。やバレちゃうよね。じゃあ一回結果からいく。じゃあまず風ゼロ。いや、これがね、あんないい風吹いてたのに、シュエさんの組、なんと 0.0 ということ。いい風吹いてください、お願いします。その次、3、4。うん、 1.2、1.7 だって。それかわいそうだな。どうなってんのね、めちゃくちゃちょっと運が、まあ、風に関してはなかった。まあでも、タイムですよ。10秒95。あー、ということで、まあ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 、俺はね、安定していいと思うけどね。ムカつくのが、うん、悪くないんだよ、別に。そうだね。うで、良くもない。サナさんからありがたい言葉いただいて、悪い基準が上がってきてる、うん、っていう言葉もらって、まあ、確かになと思って。10秒9だったらさ、うん、まあ、去年までは目標にしていたタイムだったし、風がない状況で10秒台出していたっていうのは許せる範囲ではあるかなって思います。しっかり風が追ってくれれば、うん、まあ、10秒8とか、うん、うまくいけばならないっていうのも全然あり得る、うん、そうだね、状況なので、うん、シーズンベストシーズンベストって秋来てたので、うん、まあ、その流れで今日も、まあ、悪くても8前半ではいきたいなと思ったんですけど、うん、まあ悔しいですけど、こんなもんといえばこんなもんっていう感じなので、これを4月5月にやっておきたかったっていう感じかな、うん、まあ怪我がね、痛かったね。そうですね。まあでも怪我して秋シーズンに向けて3連発レース、うん、まあこんだけ安定できたっていうのも収穫だと思うよ。そうですね。4本連続10秒台は3連続の時点でもう今までなかったんだけど、4本連続10秒台はもう僕史上ないので、うん、ギリギリ9大点かな、うん、何よりね、あのさ、自分が今そうやって自分でちゃんと評価して喋れてるけど、ちゃんと落ち込んでるのがちゃんとかっこいいよ。いや、動画の流れ的には、うん、7でかっこよく締めたかったなとあるので、僕のレースプランって最初出遅れてもラストをしっかりまとめれるっていうのが今年の僕の秋シーズンのいい点だったと思うんですけど、うん、やっぱり10秒7とか6を安定して出す、もう一つワンランク上げていくにはスタートの部分はちょっと見直すレベルになってきたかな、うん、ようやく向き合わないといけないなっていうところにはなってきたと思う。正直速さもそうなんだけど、スタートの技術とかそこからのレースプランっていうのは、うん、もうちょっとこう磨いていくべき。でもやっぱりその磨くにあたって一番大事なのは技術とかそういうことじゃなくて、単純にまず自分の基盤というか基礎体力の面、基礎筋力の面が弱いと思うので、まずはそこからこう底上げしていかないといけないなっていう、結局冬季頑張ろうねっていう話やなってるんですが、そこの後ね、実は2時間後に200円取りします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。